まずは、えー、こうチームに入って1ヶ月経たないぐらいですけど慣れてきましたが、ねはい、上野選手が結構積極的にまあ話してくれたり、はい、去年までいた選手が新加入に対してとても優しくしてくれたっていうのが多分一番すぐ慣れた。 ことに繋がったのかなと思いますねとうろですね。そういう結構コミュニケーションとかは結構すぐ取れる方ですかまあでも話してくれれば話す感じですねまあ、自分からガツガツはあまりこう見えていかないタイプなんで <laughs> でも結構来てくれたんで僕もすぐここで許してっていうか,か仲良くはなれましたこう。 まあ、沖縄キャンプやってで宮崎キャンプ入ってコンディションとかも上がっててはは来てますかね、まあはいだいぶ最初立ち上げの1週間は岡山でだったんですけど、まあ、2週目はやっぱ沖縄で今までやってきた環境でできるっていうのは僕上條にとってはとてもいいアドバンテージだったのかなっていう思いがあっての1週間ほんと濃いうトレーニングができたのかなと思って。まあ、岡山でまたやってここ ま、全然寒いですけど宮崎もでもだいぶ仕上がりっていうか仕上がりに向けていいじ準備調整はできてるのかなと個人的には思います宮崎も寒いですかはい普通寒い <laughs> まあ暖かいですけど<ー>日中は<ー>でも夜とか風強いですし、うん、海沿いなんでやっぱ<ー>岡山の方が寒いですでも<ー>、はい、岡山来た時はどうでした うわでもマジかと思いました、ね、<laughs> 朝起きるのが本当にきつくて、うんはい、大変でしたね大変でした、はい、あなるほどこうまあ今年ファジアーノに移籍をしてきて、まあ、この移籍っていうのはどんな思いで決められましたかやっぱやっぱり地元沖縄にいると「甘えてないです」と言ってもやっぱ親戚や家族 兄弟の元へ多分必然的に体が向かってしまうこともあったと思うんでやっぱ僕がサッカー選手として長くやるためには一度外に出てやることが自分にとっての成長につながるのかなという話を、まあ、奥さんとしてそれを奥さんもそうだねっていう思い2人同じ思いだったんでもうすぐ。 お話しいただいた時にはもう行きます行かせてくださいっていう話ははいすぐにさせていただきましたね。実際その、まあ、ファジアーノというチームはまあ去年 J2 で戦った時とかはこうどのように見られていましたか。まあ前期の方しか戦ってないんですけど怪我が恒常あってとてもしっかりと守備から入って僕ら。 僕らとは琉,球に琉球のパス回しでもじれることなく対応されてあとても嫌なチームだなっていう印象はずっとあったんで,でその試合も琉球が1ゼ0で負けちゃったんでしっかり守ってしカウンターっていうのがとても印象にはありましたね。こう実際にこうファジアの に来てみてみ練習とかかかはいかがですかしっかり今守備のところからやろうっていう話と攻撃はうまい選手いるんでそこはもうアイディア出し合ってだと思うんでまずしっかりみんなで守備の意識っていうのはとても高くやれてるんで、はい、あの思ってたファジアの岡山さんなんでそれはとても僕もディフェンスの選手としてすごく成長できてるなっていう感じはあります。 結構やっぱりその琉球のときと比べてその守備のやり方っていうのはこう新しく覚える部分っていうとかも新しいっていうよりはもう本当改めてっていうのが多くてとでもまあ堅く守備の練習っていうのはあまり琉球は攻撃のチームだったんでやることがなかったんですけどやっぱ守備のチームですのでしっかり。 練練習習もも守備の練習もありますしまあ攻撃は今までやってきたことをやれば絶対通用するって自分でも信じているんでそれを出して岡山のサッカーというのを今入れて攻撃ではえ自分の色を出して岡山に変化をもたらせたらなという気持ちでやってますこう琉球に入った時は大学から琉球に去年、はい。 はい、<年>一昨年その時はこう琉球に入る時ってのはどんな思いで入られたんででも地元沖縄でやられるっていうのは僕だけじゃなくて今までお世話になった方々への感謝の気持ちを伝える最高な場所であったんで本当素晴らしいプロ,サプロサッカー生活がスタートできたとともに。 J3 優勝、J2、うんえー、にも昇格できたっていうのは本当濃い、い最初の年で濃い1年間 1>、うんうん、で、まあ、恩返しは最低限、今のところできたのかなっていう思いはありましたね、まあ、J3 から J2 に昇格に導いたあの昇格っていうのはどんな気持ちでしたか、まあ、やっぱ上でやりたいっていうのは、うん、その時全選手が思ってやってましたし。うん 本当最高の景色、また J2 でもできたらいいなっていう思いで去年、戦いましたし、うん、まあそれはできなかったんですけど、うん、まあ今年、その目標に向かって本当いいメンバーがいると思いますし、うん、監督、スタッフもファジアの岡山に関わるすべての皆さんと一緒に最後、笑えたらなと思ってるんで、うん、そこを目指して今は、うんはい、戦ってにます。 奥山出身でまあ琉球に戻ってまあ昇格させてあの辺のやっぱりその沖縄への思いっていうのはやっぱり強いものですか。まあもちろんそうですね。うん、やっぱ沖縄好きですし、うん、FC 琉球のことも気になりますし、うん、でも FC 琉球から出たからには FC 琉球との試合は本当に勝ちたい勝たないといけないゲームっていうのはあるんで、うんうん、まあ心は。 やっぱり琉球魂を持ってはやっているんで、うんうん、しっかりでも岡山のみんなで次は笑えるようにやっていきたいなと思ってますこう沖縄キャンプに来てたサポーターの方とかも、まあ、やっぱり、まあ、出てしまって、まあ、残念ではあるけど、うん、やっぱりそこで、まあ、移籍したからには活躍してほしいという声も聞いたんですけどもやっぱその辺の思いっていうのは受け取られていかがですか、ね、うわそうですね。もう本当、うん 尽くしないでっていう言葉もなく、うん、別席決まった時には本当家族のように後押ししてくれましたし、うんえー、ちっちゃいサポーターなんて本当泣いて悲しむぐらいの気持ちでは本当伝わったんで、うん、本当岡山でやらないといけないんだ、うん、だなっていうのは、うん、本当に思いますね。うん、はい。こうまあアジアのとしても一つまあ。 成長というのを掲げながらやってて、まあ、やはり若い選手の成長というところとチームの成長というところがあるんですけどご自身としてこの成長というのはどんな思いでやってたりしますか僕の成長がチームの成長につながると思ってますし、うん、アジアの岡山というチームは、えー、僕のチームだと思ってるんで、うん、僕の成長があればチームの成長になると思うんで、えー、僕が成長することによってチームの目標というのも 必然的についてくると思うんで、うん、しっかり自分のやれることっていうのをやって、えー、い,いる選手でまたいいチームに、うん、いいチームを作れればなと思います、うん、こう去年夏とか、まあ、海外移籍の噂もあったりしてあの辺りっていうのはいかがだったんですかはでもちょうど怪我したりしてたんでいろいろ流れちゃったんですけど、うん、もう本当いろいろ話があれば挑戦したいっていうのは。うん 僕自身あるんでまあでもこうやって岡山にも来れて、うん、夏我慢してよかったのかなっていう気持ちもはいあります怪我は本当に残念どんな思いでこうやってたりしました怪我の時ははけする前まで本当全試合出てたので、うん、上から見るっていうスタジアムの上から見るっていうことがなくでも怪我して上から見ると ポジ,ポ,ジションポジショニングの位置っていうのが本当、うん、勉強になって怪我して以降本当自分自身伸び伸びともっと伸び伸びとプレーできましたしここに立てば相手が嫌なんだなっていうのを頭の中でイメージできたんで本当僕にとってあの怪我はプラスの怪我だったのかなっていう思いでしかないですね。ポジショニング、まあ、見方が変わったったていうのは それはまあ相手選手の動きと顔を見ててっていうことですか。そうですね。相手がここにいて上からだとボールが通せるなとか、はあ、下からだとここ空いてるんだなっていうのが、はい、やっぱ上から見ることによって、はい、変わ考え方っていうのが考え方その思い、うん、プレー一つ一つの思いっていうのが変わってきましたね。うん、なるほど。こうまあ今年移籍することになってまあ上条選手とこられて。はい この上条選手とこう一緒に来られたっていうのはいかかがですかねはまあでも僕が先に決まりはしたんですけどうん、うん、全然来るとかわからなかったですし、うん、まあでも来るってなって本当、うん、沖縄の出身の2人の選手が一気に岡山に行くっていうこともうん、うん、ことっていうかまあそう ななっっちゃゃううじいいですか沖縄か岡山にっていう、はい、まあいつも僕もなんですけど、はい、本当出るからにはやってやろうって気持ちで二人で話してきましたし、はい、あいつは14点も取って、はい、本当僕からしても頼りのある後輩だなっていう、はい、また頼りのある後輩とチームで一緒に戦えるっていうのは大きいプラスっていうかう僕が一番プレーしてると思うんで。はい そこは僕が生かしてうん、うん、周りに伝えていければなという思いは、はい、ありましたね今日の練習試合とかも一緒に左サイドでプレーしてどうでしたか連携とか、はい、そのあたりしっかり攻撃させたいんで、うん、まあでも守備のところはしっかり守備の選手として伝えることは伝えてサイドの選手ではないと思うんで、うん、上条は。うん、まあ教えながらら悩んだら、うん 悩んだりしてたんですけど、うん、まあ話を聞いたりっていうのはできたんでいろいろポジションをこなせるタイプだと思うんで、うん、まずは一緒にやってる琉球ホットラインというのを完成させら、うん、れればなっていう思いは、はい、ありますね。なるほど こう徳本選手のクロスっていうのもすごく一つ、バジアンノのこれから武器になっていくと思うんですけど、このクロスへのこだわりっていうのは、いかがですかわでも、サイドバックの選手として、うん、やっぱクロス上げて、お膳立てっていうか、はい、っていうのは、多分見てる人も、おー、バーンみたいな感じでゴールが入ると思うんで、<laughs> 本当、ゴールの前に、 評価されるプレーだと思うんで、うん、そこはもっともっと本当に質を上げてやらないといけないなっていう思いはありますし、うん、こうして18点も去年取っているヨンジェ君もいるんで、うんうん、そこは僕にとって大きなターゲットがいるんで、うん、とても上げやすくはなりましたね。うんなるほど やっぱそれだけのターゲットがいるとすすすごくく、まあ、上げやすくなるもんでねそうヨンジェ君だけではなく、うん、やっぱ地元の大先輩、慎吾さんもいますし、うん、まあ慎吾さんに本当にアシストできればめちゃくちゃ嬉しいゴールを取るより <laughs> 嬉しいんで<ー>そこは本当僕がクロスの練習して、うん、慎吾さんはクロスの入り方っていうのは本当うまいと思うんで。うん 僕が合わせれるようにして、うんうん、ホットラインウェイジを僕、慎吾さんと作っていければなという思いはあります神谷、うん、選手ってやっぱりど、どういうい存在になるんですかわレジェンドですね、やっぱりもうあの年までこういう激しいリーグの中でやってますしいろいろ 経験があっっててみんな知ってる選手だと思う沖縄の方は知ってる選手だと思うんで、んはい、レジェンドですね、<ー>もう一言、うんはい。うこ言、徳光選手、この間、沖縄キャンプの時に、なんかミドルを一発、すごいなと思って、はい、やっぱあの辺も自身の武器ですかまあでも、武器にしていかないといけないなっていうのは、今後考えた時にありますし。うん あれ見せることによってまた他の選手が空いたりするんで本当、沖縄キャンプ初日でたたけたんで、うん、俺はこれぐらいやれるぞっていうのはみんな知ってくれたのかなと思います、うん、この宮崎キャンプだとあと残り、まあ、練習試合が2試合あってこう練習試合ではこうどんなところをアピールしていきたいと思っってたりしてますやっぱディフェンスの選手として、うん、対人では絶対負けない。 っていう強気の気持ちと、うんえー、運動量というのは見てもらいたいですし、はいうん、運動量の先にクロスっていうのがあると思うんでしっかり守備から入って上がってってクロスというのは、うん、あと2試合でしっかり見せれればなっていう思いはありますなるほど徳本選手自身が思う,こうなんかサイドバックのなんかこう楽しさとかっていうのはどんなところなんですかこう まあ、ボランチの選手もなんですけど、うん、攻撃にもディフェンスにもいける攻撃ディフェンスの選手だけど攻撃にもいけるっていう、うん、だし一つのパスでゴールを沸かせることもできますし、うんはい、そんなところですかねうんなるほど今結構ファジアーノだとやっぱりサイドバックってとても重要なポジションだと思うんですけどもそのあたりそのどんな役割を果たせたらいいかなと思ってたり。 は攻撃しているときにカウンターされないポジションに立ってえ二次攻撃ができるように本当相手の攻撃させないぐらいボランチの選手じゃないのにお前がするのっていうぐらいの選手になりたいですしクロスではしっかり貢献していきたいなという思いはファジアノであります。 このシーズンどんなシーズンにしたいと思いますかそうですねやっぱ J1 昇格っていうのはもちろん目指しますし本当ファジャーノに関わるみんなで笑って終わるシーズンにしたいと本当最初から思ってたんでまあ怪我なくプラス怪我なくやれればなっていうはいそして2桁アシストでチームを に貢献したいな。そういう一年にしたいですね。はい。OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。